こんにちは。こんにちは。ですね、久しぶりですね、この振り返りパターン。いいですか？今日ご紹介するのは、こちらのフランス代表のディバックですよ。ディバック？ディバックって何すか？あのね、ちなみに言っとくと、これを作ったの誰だか知ってます？俺？俺。俺が作ったんです。すごい。いいですか？私が作っちゃったんですよ、これ。もうもうフランスが好きすぎてですよ。これ見て、この主張、フランスラグビー、もうこれこうしてたらもうフランス好きもう何者でもないでしょ。いいですか？で、いやいや、そのね、あの、いろいろ作れますって話の中に、こういうバッグおすすめですよって言われて、その業者の人に言われたわけよ。で、あ、じゃあいいっすね、あ、かっこいいっすねって、え、作る絵型作って、あ、いいじゃんと思ったんだけど、最後まで疑問に残るディバッグ、なんだろう、わかんないんですよ。ディバッグって、ちょっとじゃあ一回ここにね、置いてやる。ディバッグ、デイバッグってことかな。一日、確かに、要それを、確かに、なんか、うん、したのかな。で、その説明によると、そのメーカーの人によるとな、こうやっても持てるんだって。電車乗る時とかいいですね。そうそうそう、だからこれ取っ手がついてるんですよ、うん、取っ手っていうか、これがね。で、この面白いのが、開けるのはこうやって、あ、肩のところが、そうそう、そうするとここが開きますよっていう、はい、そういうバッグなんですよ。で、密かにですね、これクオリティが高いなって思うのが、自分で言っちゃう、自分でもう作ったんで言っちゃうか。クオリティ高いのはこのですね、これも、こういうの俺好きなのよ。ちょっとしたら分かる？これなかったらなかったらちょっとかっこ悪いよ。あと中にちゃんとね、オフィシャルプロダクトの声がついてますからね。はい、でだ、まあ、何と言ってもこれだよな。これこれ、こんなロゴかっこよくない？プリント、はい、ビシッとプリント入れてますからね。で、だいたいね、20リットルぐらいですよ。実は今日ね、菅平 の第6スタジオで撮ってるから、こっからね、出てこないんですよ、あの子が。キティ、あの子で、あの子実はですね、あの子、赤い方のあの子、はい、あの、まあ、この子で言っちゃ申し訳ないんだけど、ちょっと大量にうちに押し寄せすぎちゃって、はい、ちょっともう、あの、お帰りいただこうと、彼女たちの国に。で、あの、大セールを決行したところ、一瞬で消えちゃったんですよ。一瞬で。おそらくあれ、転売やな、はい、間違いないな、一人で買っちゃったもんね、はい、全部買い占められちゃったんで、あの、もういなくなっちゃったって、あのサンプルのいつも使ってるあの子しか僕にはもういない。気づいたら一人になっちゃったっていう寂しいでなおかげで、ここには登場できないんですね、はい、残念ながらなんですよ。そういうことでございます。はい、そんなことどうでもいいですね。で、こちらはですね、バッグ自体はタシかチャイナだったと思うよ。はい、チャイナですね。そう、中国製になってます。で、ポリエステルですよね、もちろんですけど、はい、できてます。なんだろう、こういうバッグって流行ってるんですか？なんか俺はすごい熱弁されて、これめっちゃ流行ってますよみたいな、なんか大学生とかこういうのみんな持ってるとかって、ディバッグって。そうなんだ、す、俺ね、俺の時代にはなかったなと。この形初めて見ました。あ、本当に、はい、なんかはすごい色はいっぱいあるんで、流行ってますって言われて、あ、じゃあと思って作ったんです。で、もう確かに、なんだろう、ちょっとがっつりした、ちゃんとした、ちゃんとしていけてるんだろう、バックパックとか、うん、バッグよりも中間な感じ、すごいサクッと、うん、確かに、ちょっと行くときに使えるかなみたいな、そんな感じのディバッグ。ディバッグって言えば通じるのかな、今の子たちは。なんか一緒らしい、デイバッグと。デイバッグと一緒、1日分入るバッグってことです。ただこれね、あの、チャックとかはついてないんですよ、はい、で、中も別にポッケとかがついてるわけじゃないので、はい、本当にこうドンっていう感じの、うん、あの、シンプル作りのバッグになっております。はい、で、なんだっけ、あの、これ以外もいっぱいオフィシャルグッズあるんですけれども、はい、基本的に、あの、何が言いたいかというと、私が作ったものだってことを一番最後に伝えておきたいわけです。で、これからもっともっとどん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 、もうフランス大応援フェアじゃないけど、私が作ったグッズっていうのはもうどんどん出てきますから、ね、世の中に。それをご期待いただければですね、あ、こいつやっちゃってんなみたいな感じになるとは思うんですけどもいいじゃないですか、はい、これフランスワールドカップとか始まる前から僕は言ってますからね、フランスのファンだって、これ公言してますからね、うん、あの、いいんじゃないですか。
どうしようかなと思ってでしょ。え、なんでかというと、実はこれ、最初にちょっとっていうか、まあ、作ったんですよ。ファーストロットを作って、まだ商品登録とか、あのウェブに登録する前に、菅原店で先行販売でペッて、よし、来たぜつって、ピッて出したら、次、ブイーンって入ったお客さんが、あ、これいいねって、そのまま取ってっちゃったわけですよ。あれと思って、よーと思って、で、新しいやつを出したら、今日も出ちゃって。はい、これ早く撮影しておかないとなくなっちゃうと思ってやってるんです、うん、でそれぐらい在庫がもうですね急に回転しちゃってですねなくなっちゃったんですよ、はい、で今大増産中なんですけどちょっと在庫ドキドキしてるよって話なんです。もしかしたら一回在庫系になったらこれ8月末ぐらいになっちゃうんじゃないかなみたいな、次回入荷、はい、なので今もしあのウェブで上がってたらで欲しかったら早めの方がいいかもしれません。あの別にゆっくりでいいよって方は別に8月末、うん、あの絶対入るんで、はい、今後入るんでいいんですけど、早く欲しい方は早めにオーダーした方がいいかもしれません、うん、なんかいいねやっぱ、うん、なんかちょっといい感じ、なんかすげえ主張してる感じ、フランス好きいいよね。でも目立ちますね、すごい。ちょっとあの普通使いに買っちゃおうかなっていう感じ。あの出勤とかじゃなくてね、あ普通使い、ちょっと買い物行ってみよう、これペッて行っちゃおうなみたいな。いいですね、はいですね、こちらですね、だから今言ったように在庫はあんま薄いんであれですけども、将来的には全店舗っつっても菅原の将来あの8月いっぱいなんで、はい、全店舗、あやっちゃうじゃん、ちょっとだけ言っちゃう、はい、8月以降何が起きるか俺たちにね、あの大阪店もなくなっちゃって、はい、福岡店もなくなっちゃって、はい、もうラグビーなんて大丈夫かってみんなに言われるんですよ、うん、大丈夫なんですよ別にあのね、そんなことではないんですよ、僕が目指してるの実はですね、9月もう決まってることがあるんですよ、はい、あの渋谷ですよ、はい、渋谷ですよ、みんな大好きです渋谷、渋谷、はい、19年の時いませんでしたよね、私はいないです、いなかったですね。19年の思い出があるうちの社員とかは、え、また渋谷ですかってはぁつって、もう渋谷に行くあの日々ですか、そう、あの日々だつってすごかったんですよ、19年渋谷、マジで、もう幽霊のように朝渋谷に出勤して、もう戦争です。もう開店から閉店までバーッとお客さんがいる中で、裏で300件とか発送とかして、もうフラフラになって帰るじゃないですか。で帰りがけに1軒の小さな中華料理屋があるんですよ。言わないけど名前は、はい、あるんですよ。そこにもうみんなが何も言わないでも全員が集合してきて、みんなでひたすら餃子とビール飲んで、疲れたなって、もう終電ですよ。やべえっつって終電で帰る。でまた朝来るって、おはようございますその繰り返しそれがほぼ1ヶ月続いたんだよ僕たちは。もうもうボロボロだよ、ボロボロだけど、そうなってほしいなって思う、それぐらい忙しくなってほしいなと思います、はい、なんでそういう意味で渋谷またやりますから、はい、来てください。渋谷駅の今回はすごいですから、もう8個あの犬あの犬からダッシュで3秒ぐらいの場所にお店だよ。パチコから3秒のお店ってみんな分かる、多分やべえと思うと思うけど、すごいところにやる予定だから、これもう本当にラグビー界初だと思うよ、あそこでやったの、はい、やりますんでね、ご期待くださいね、はい、はい、というわけでその時はこれ持ってきてくれ、見に行っちゃおう、はい今日ご紹介したのはフランスのディバッグのご紹介でした。よろしければその後見てみてください。では